ティラミス実況。こんにちは、ティラミスです。それでは今日もハーフライト続きをプレイしていきます。工場の中に入ってきて、これ何？ん？カラスかな。なんか弟が怪物に襲われてたんだよね。助けに行こうということで、めっちゃ暗い。ちょうちん大丈夫？これなんかまた突然襲われてうわーってなったりしそうやけど、ちょっとステルスしながら進んでいこうか。あ、な、え、なんか音する、なんか音する。これ消した方がいいんじゃない？何の音？何の音？あのね、え、めっちゃ暗いけど、え、めっちゃ怪物いる。これ、え、こっちにもあっちにもいるよ。このまま合わないようにしてステルスしていけばいいんかな。こわ、今のうちじゃない、あおら。え、あー、びっくりした。なんか右下の文字消えたけど、字幕の背景で消えただけや。で、めっちゃ音する。怖いわ。マイコアちゃん、こっち見ないで、こっち見ないで。あ、え、結構な数いるくない？3体ぐらいいるわ。どうしよう。あ、え、なに、なんかここ薄光ってるけど、これ多分電気つけたらあかんよな。なんかあのカゲロウやっけ、あの和風ホラー、あのゲームを思い出すわ。大丈夫、きっと大丈夫だ。それでどっちへ向かえばいいのかわかんない。多分でもこっちは行き止まりだから、そこの入り口から出ればいいのかな。え、こっち、あれ、でも行けなくない？え、行かれへんわ。ちょっとどっかで提灯つけなあかんわ。この人をやり過ごしたらつけようか。え、大丈夫？またこっち右から回ってきたけど、タイミングが難しいな。あれ？あ、でもここ歩けた。あ、なんかなんとなくで明かりつけずに行けたね。よし、じゃあこのままこのゾーンを脱出しよう。あ、セーブセーブセーブの音にもビビる。もしんわ。オッケー。さあ、これは何？カラクリのなんか仏像的なやつかな。はい、階段降りれます。こっちもでもちょっと行ってみようか。鍵がかかっている。あ、行けないんだね。こっちは？ここは何も出ないね。はい、じゃあ階段降りていきましょう。シュシュ、兄さん、兄さんか？ここだ、ここだ、早く助けて。どこどこ？見えへんねんけど。母親の声音。母親の声だ。どこ？見えないね。こっちに階段があるよ。なんかインタラクトできる。え、下に。めっちゃあの怪物がいる。奥から何かに見つめられている感じがする。やっぱり降りないでおこう。うん、降りちゃダメだよ。めっちゃ待機してるやん。これライトつけたら特に何も変わらない。あ、ここなんかあるよ。ガラクタだらけだな。何が起こったのかわからないな。うん、ここは？あ、びっくりした。ボシン、どこにいる？シシ兄さん、ここだ。あ、めっちゃ閉じ込められてるやん。え、ここ、ここ。よかった、無事でよかった。いや、無事じゃなくないか。何かあったら僕は。
兄さん大丈夫だよ。僕はちゃんとここにいるじゃない。でもこの門には鍵をかけられたみたい。ここに連れてこられた後、あの悪い人がそこのパネルで何回か押した。それから門を閉じちゃった。わかった、謎解きタイムやな。違うよ兄さん、これを刺して使うみたい。弟の方がやたら落ち着いてんねんけど、さっきはパネルにこのようなものが5つあったのを見た。これはその1つ。集めろってことね。パーツを見つけないとこの門を開けられないってことか。オッケーオッケー。はい、円盤パーツ赤色を手に入れた。5種類だね。じゃあ頑張って集めよう。はい、母神を助ける方法。これらのパーツを早く集めないと鉄門を開けられないようだ。早く見つけて家に帰りたい。この辺りは不気味だ。オッケー。一応見てみようか。まずこの門を開ける方法を見つけようか。オッケー。あそこにも待機してる。めっちゃいろんなところにいるよ。とりあえずじゃあいろんなとこ探そう。変だな、最近は米が少ないって聞いたけど、ここには山ほどある。ほう、米がたくさん置いてある。まあやっぱりこれは台湾の激動の時代をこう比喩してるような感じがするね。鍵がかかっている。ここはなんかめっちゃすごい機械があるね。あ、なんか鍵がかかってる。変な錠前がついてる。うん、ここもまだ行けないか。非常口、緊急出口って書いてあるね。上に行ってみましょう。ちょっと待って待って待って、子供バージョンいたんやけど。しかも笑ってた。これどうなの、子供は大丈夫。いや、どっか消えたな。まあ大丈夫なことはないやろ、あんな見た目怖い感じ。ここ入れるようになってたりしないかな。鍵がかかってる。うん、ダメだね。あ、ここさっきね閉まってたんだけど開いてるわ。じゃあ行ってみよう。入れるようになってる。ここはこのマシン、ん、何工場なんやろね。フックがあったからさ、肉系かなって気もすんねんけど。ガラクタばかりだ。机の上のこれは玉山ちり紙。用を足すときに必要なもの、今はいらない気がする。え、これを作ってる工場ってことかな。どうなんやろうね。ここにまたネズミのやつがある。さあ、これはこのマシン、変なマシン。ここに穴がある。このマシンは鍵がないと動かないみたい。なるほど。じゃあ鍵を探さないとだな。ここ行ってみようか。大丈夫？こんにちは。赤かった。赤は、そんな簡単に行く話ではなかったわ。ちゃんと考えよう。どうした兄さん？ちょっと兄さん困ってるんだ。母神、なんでこんなところに来たの？父さんと母さんがどんなに心配してるかわかるか？それは。まあいいや、説教は帰ってからにする。まずこの門を開ける方法を見つけようか。赤いパーツ。母神、このパーツはどこで見つけた？ああ、さっき目の前に落ちたからそのまま拾っておいた。
なんだって？そんなに簡単に見つかるものなのか？あの化け物たちは頭が悪そうだから、うん、だったらいいんだけど。はい、あ、ちょっと化け物のこと聞こう。化け物たちは頭がよくは見えないけど、捕まえられたら大変だ。なるほど。捕まえられてもここに閉じ込められただけ。大したことはないよ。ダメだよ。万が一捕まえられたら一生帰れないよ。え、そうなの？父さん、最近あんまり父さんに会ってないんだ。もしかしてまたこっそりプレゼントを買ってあげるの？違うよ。父さんはいつもなんか買ってあげるのに。でも何？この前父さんと母さんの部屋で寝た時にさ、父さんが最近の仕事は危なそうって言ってた。ほう。それにその後は、その後は寝てしまった。もういいや。お父さんのことも心配やね。笑い声。化け物といえば、ここに来た時変な笑い声を聞いた？笑ってないよ。君のことじゃない。なんか「へー」みたいな笑い声。こんな感じ？へっへっ。あ、そうそう、そんな感じ。あの子供の化け物でしょ？違う。それは絶対僕じゃない。ほら。分かったよ。家に帰る。門を開けたらすぐ家に帰ろう。父さんと母さんもきっと心配してるから。はい。変な小鳥。あいつらは何なんだ？うるさいな。後ろの子たちかな。僕もわからない。連れて来られた時にあいつらはもうここにいたよ。あいつらは危なくない？大丈夫だよ。あいつらはただちょっと大きい鳥だ。しかもほら、こいつらは泣いてばかりで他に何もしないよ。わかった。ほう。まあ、ちょっとパーツは自力で探さないとダメっぽいね。こっちが行けるようになってるね。ここはこのマシンを動かすとあいつらを片付けられるかも。あ、なるほど。どうやって動かすんだろう。やっぱり鍵か。あ、ここに貝がいっぱいある。こっちは塞がれちゃった。カタツムリの貝の丘。なんか上の階のマシンを動かせれば、ここのものを下に落とせる気がする。なるほど。あれ？なんか叫び声がした。どっか行けるようになったってことかな。荷車がある。あ、ここのやついなくなってる。じゃあ進めるようになってるわ。行こう。ここ、お手洗いやんな、多分。わあ、くっさ。一体何なんだ？え、なんかさ、すごい濁った液体がそこから出てんねんけど。そして話し声が聞こえる。え、どうしたん？わあ、ありがとう。あれ？アーウェイおじさんやん。君はなぜここに？助かったよ。でも今ちょうど用事ができて。オイラは先に行くぞ。心配しないで。すぐ帰ってくるから。じゃあな。え？どうしたん？大丈夫？そして紙が置いてある。これは青年のノート。青年のノート3。今までこの青年自衛隊は正当でうまくやっていると考えていた。オイラたちは秩序をほぼ1週間維持できていたけど、今は大いに勘違いをしていたと分かった。ちょうど今朝、隊長がいつものように軍営から借りてきたトラックに乗って
村の見回りをしていたら、すぐ近くで待ち伏せをしていた人影に止められ、オイラが我に帰る前に隊長はもう連れて行かれた。次はオイラかもしれない。大急ぎで家に帰って荷物を作って、親に一言言ってから、すぐ村近くの林に隠れた。隊長が連行されたのは、きっと自衛隊と関係していると思っている。隊長とは仲が良くて彼を信じてはいたけど、裏切られる可能性も全くないとは言えない。どれだけ固い口も暴力でこじ開けられるかもしれない。今はこんもりした低木の茂みに隠れている。少し前からオイラが考えた通りに村に部隊が次々と現れた。近くの林間の小道でも巡回する軍人の姿を見かけた。しかも一番意外だったのはそういうことじゃない。その後に見たのはオイラの人生の中で最も衝撃的な出来事だったかもしれない。誰かの悲鳴の後、周りの軍人は一斉に興奮しだして悲鳴の出所を探しに行った。あわや悲劇に遭うところだった。今、オイラは全力で最悪な事態を回避しようとしている。もう無理だ。頼れないオイラの手はもう震えすぎてまともに字を書けなくなった。これがオイラの最後の言葉にならないように。なるほど、おじさん大丈夫かな。さあ、は、とりあえずここを探そうっていうことか。これは？あ、なんか手に入ったよ。写真だね。怪物みたいな怖い写真だ。床拭きってちっとも面白くない。いつもやらされている。うん、これですね。汚い色の液体。そしてこの先には、なにこれ、わ、ん、どういう状況や。あ、でもこれ鍵じゃない。司令を取りますよ。ごめんなさい。工場マシンの鍵、これでマシンが動かせるようになった。見覚えのある鍵、どこかで使った気がする。わー、これ上からもなんか垂れてきてるし、すごい、なんだこの状況は。大変なことになってる。一応インタラクト。ちょっと汚い。いや、ちょっとじゃないだろう。どうしてずっと便器を見ているの。うわー、逃げろ逃げろ逃げろ。ここで手を洗える。なんか手が汚れている気がする。うわ、こっちもなんか溢れてる。大変な、大変なことになってるよ。さあ、じゃあとりあえず上の階へ行こうか。はい、オッケー。じゃあこれで、奥のマシンに鍵を使うんじゃないかな。オッケー、カチャ。お、動き出した。わあ、乗れればきっと面白いね。いや、危ないでしょ。冗談はやめよう。早く門のパーツを見つけないと。これで、下の場所が行けるようになってるはずです。行ってみよう。さあ、動いてる音が聞こえるね。やっぱり全部なくなった。よかった。進めるようになってる。よし、じゃあ行こう。大丈夫？ここは暗いな。でも下、もう奈落って感じだね。落ちたくないな。落ちたら絶対あかんよ。危ない。さあ、ここに、あ、パーツあった。1個見つけた。パーツだ、やっぱりここだ。おっしゃー、円盤パーツ、黄色。変な鉄門を開けるためのパーツの一つだ。土のような黄色だ。オッケー。何これ。これなんかめっちゃ怖いねんけど。若干あの小人図鑑の小人みたいな顔してるけどさ、こっちもそうや。
そしてここにあるのは、なんでこんなところに木があるんだ。そうね、謎ですね。じゃあとりあえずパーツを、あ、びっくりした、びっくりした。来た、おい来るな、わ、押されちゃった。子供たちが遊んでいた笑い声も、なぜか最後になって全部消えてしまった。兄さん、まだ帰らないで、僕と飛行機で遊ぼう。あ、口が塞がれてる。まあだからさっきのあれって殻もついてたけど、ちょっとなんかあの変な仮面もつけちゃって改造されちゃった的な、そんな感じなんかな。ここにメモがある。見れないかな。なんか見れないね。そしてね、この僕自身が口塞がれちゃったのがすごい怖い。後ろにも殻があるし。はい、それでは、キリが良いので今回の実況はここまでにしたいと思います。なかなかもうびっくりする、怖いと感じるシーンが増えてきました。無事弟と一緒に家に帰れるのでしょうか。というわけでまた次回も楽しみにしていてください。よろしければ高評価コメントよろしくお願いします。というわけで今回の実況はここまで。ご視聴ありがとうございました。ティラミスでした。